誰だこれ。はい、ということで今日はね、ボレアスの次はバルカンだな。で、装備を組んだ、大砲もろくしガンランスだね。砲術王、根性、ボマー、ガード性能、まあいろいろ迷ったんだけど、この性能じゃなくてこの型にしたね。ガード性能はいらんかもしれん。で、ボマーは、まあ、爆弾で基本的に攻めるから、まあ、ボマーつけたと。で、砲術王は、基本的に砲撃で攻めるから、砲術王つけたと。で、根性、こいつの防御力ね、435しかないんだよ。もうだから、すぐ死ぬ。てか、ワンパンで死ぬから、根性つけたと。で、この時代の根性って強くて、今の時代の根性って確かあれなんだよね。一発したら、じゃなくて、一回発動したら、もう発動しないんで、次死ぬまで。でもこの時代は何度でも発動するから、まあ、根性つけてりゃ多分いけるだろうと。バルカン全然わかんないけどね。セガ人も覚えてないから。ボレアスとね、違うんだよね全然。ルーツとバルカンだけはボレアスと全然行動パターン違うんよ。で、行くのはこっちのイベントクエストの、飛天終焉かな？安心してくれ。3回撃退する、ああいうボレアス系のクエストより、イベクエの方が難易度が高い。あっちは負けても、結局 HP がそのままなんだけど、これはもう負けたら終わり。一回きりの勝負。撃退もなし。なんか難易度がバカ高いと。まあまあ行くならやっぱり、難易度高い方しょ。で、まあ行くんだけど、アイテムもうガッチガチよ。活力剤とケルビンのそれで、イニシエの飛躍10個作れるようにして、拡散デメキンとオータル爆弾でオータル爆弾に作れるようにして、で、まあオータルと爆薬で、オータル爆弾作れるようにして打ち上げたら爆弾 G とか。で、ツタの後竜子中、これなんだと思うじゃん。実はね、セガシーにはね、錬金って、あれがあって、これ、調合書 G、錬金編。これがあると、竜子中とツタの歯を調合すると、オータルになるんだよね。で、オータルって元は10個しか持てないの。でも爆薬は20個持てるのね。アップね、持ってなかった。アップで。だからこれで10個、多くね、オータル爆弾を作れると。で、これで完璧なはず。これで勝てなかったら、ちょっと泣くわ。行くぞ！そっちかーいって感じだな。そっちの火山から来るんじゃないんかーいって感じやな。え？怒り状態になった。あ、治った。なんだそりゃ。はいはい、なるほどね。で、まずはクーラードリンクをとりあえず飲むと。で、メテオを降らすから。来たね、早速来たね。あれ、あ、怒り状態じゃないと降らないんだ。で、ちなみにあれだから、ガンランスは生放送を含めてこれ3回目。だから不安しかない。あ、メテオ降ってくるわ。で、砲撃で攻めると。で、砲撃は肉質関係なしの固定ダメージだから、あれないよね。ちょっとメテオがどこに降ってくるか分かんないな。どこに当ててもいいと。だから肉質めっちゃ硬い尻尾でもいいし。これこっから何してくる？あ、降りてくるだけじゃないな。あ、これはあれだね。あれと、あいつ一緒だわ。ボレアスと一緒だね。こういう時に打ち上げたら爆弾で行くか。顔面はちなみに、あー、切れるね。ただ足は多分ね、切れ味青だから、切れないな。多分お腹は切れる。で、砲撃のダメージなんだけど、何してんの俺。うわ、出たこの技、出た。ボレアスは使ってこねえけど、これも基本、剣士でも一撃で死ぬ技やな。ちょっと待ってな。オータル爆弾時どこで仕掛けたらいいんだろう。なんか思ったより、その隙がないというか仕掛ける。え、どうしよう。さっきみたいに飛ばれても困るんだよな。まあ、根性あるから、基本なんか、強気で行ってもいいと思うんだけど。まあ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 。で、HP が、セカンド C 時代はあれらしい。HP が60何%かで、根性が発動するらしいから、このラインの HP は保たなきゃいけんな。ちょっ、大丈夫か。この
だけ頭狙いたいよな。いや無理やな、むずいな、まあ、とりあえず砲撃は頭に当てると。怒んねえな。ちなみにこいつは、あ、これも違う、これもボレアスと違うわ、引っかきだね。いやこれ違うな、これで移動するか。ちょっとね、マジ本当にあのガンランスリアルで3回目だから使うの。え、そういうのもあるの。あ、やばいかも。あ、いきなり根性きたね。早くも根性きたね。ただここは多分降りてくるから、顔面に攻撃をしっかり当てると。当たってんのかなこれ、なんか当たってくるのか分かんないね。ちょっと待って、いきなり死ぬ。ボレアスみたいなあれないのかな、なんか何、胸をバーンって地面に当てるやつで、この間に調合すると。いやもっと慎重にいかないとグレートが持たないな。一応インシェの役はあるんだけどさ。でこれだよね、これが。ちなみに目の前にいても多分判定あるから、これが相当やばいはず。方向は2回連続するかな、あのボレアスは2回連続なんだよね。打ち上げたら爆弾で着火したい、飛ぶなよ。 OKOK、 これ勝手にメディオで着火するんじゃない、ダメか。打ち上げたら爆弾で着火する、完璧だね。これを守っていきたい。違う、爆薬とオータルで、オータルと拡散の右ね。これ削り切れんのかな、全然怒らなくない。打ち上げたら爆弾 G、 あ、完璧だね。ボマーだから相当ダメージは入ってるはず。違う違う、逆逆、順番順番、はいはいはい、で、はいはいはい、オッケー。とりあえず爆弾使い切りたいかな、怒ってないうちにね。あー、これダメだ、俺も緊急回帰しなきゃ。なんか俺もダメージえぐいし、このぐらいの HP なら根性発動するから。でこいつは這いずりがないから別に大丈夫。これで当たるかな、よし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 。この HP はダメだな、根性発動しないな。怒ってないせいか全然目で送ってこないね。怒ると、あれ俺さっき言ったっけ、怒るとこいつあれなんよ、肉質がめっちゃ硬くなって、確か頭ですらこれで避ける、避けられてんのかな、頭ですらあれなんだよね。もうあの、わかる、普通に切れない、多分20とか15ぐらいになるのかな、肉質が半端じゃなくない。だからこういうあの構成なんだよ、防具がね、爆弾と砲撃で削り切るっていう。で、ここ避ける。オッケーオッケーオッケー。相当ひるんでる。あ、怒った、赤くなった。来たねー。はいはいはい。これ順番変えとけばよかったな。ちなみにオータル爆弾じゃもう切れたね。拡散でミキがなくなったから。これ飛んでこないかな。歩いてくるか。どうしよう。仕掛けたいけど、頑張れ、性欲抑えろ。動きが速くなっちゃうからな。どうだろう、なんかメテオ全然足元には降ってこないね。これどうだ、完璧だな。でも拡散デメキンがないから、当たったけど、ちょっと爆弾が、これ自分でやるしかねえな。で爆弾で攻撃を回避する、完璧。メテオ降らすときと降らせないときがあるのか、ちょっとよくわかんないね。あーかーんだな、根性が発動していくと。完璧なプランだな。これ大丈夫、降ってこない、よしよしよし。これ一旦調合ダイブ、活力剤とケルビンのツルでイニシエの飛躍、竜子中とツタノアでオータル爆弾じゃなくてオータルを補充で、爆薬とオータルでオータル爆弾補充、オッケー。いや怒り時は爆弾使わなくてもいいかな、怒ってないとき。いや、これ、いや、これいいな。OK、この時に、ブレスが来るよね。やっぱ、ボレアス全然違うわ。ボレアスは基本的に降りてくるんだよね。もう一回来るか。これ、ガードできんのかな？もう来ないべ？ OK。で、顔面を打つと。ダメージは変わんないんだけど、一応顔面壊したいじゃん。壊せないかな？どうだろうね。まだ一段階も壊れてないか。はいはい、オッケーオッケー、入ってる入ってる入ってる、ちゃんと入ってるね。ただこれね、2発しかね、これで避ける、
オッケーオッケー、避け方としては間違ってないはず。バックステップなんかするよりあっちの方がよっぽどいいはず。やっぱ降りねえんだ。ああ降りるわ。顔面狙う必要ないな。あでもあれだ、顔面じゃないと風圧すぎちゃうわ。ガンランスはガードする。あ、わず、待った、ガンランスの最大のあれ忘れてた。待って、ガンランスの最大のあれ忘れてたんだけど、最悪これだよ、これ。やべえ、攻撃をつけてる意味ねえよ、これ当てなきゃダメじゃんねえ。うわ、ガンランス初心者のあれが出ちゃったな。マジかよ。これでさ、これ最初全然打ってなかったから削りきれないとかあったらもうさ、そんなとこに判定あんの。これ根性ないからやばい。どうなる、大丈夫か。あぶねえ、 HP がなんか64ぐらいあればいいらしいから、これは64あるね、100ぐらいもあるから。おっつけ、追いかけてくるときはあれなんだ、あのブレス打たないんだ。それはボレアスと違うところだね、多分。これで避ける、避けらって。それ強くない、肩にも判定あんの、やばくないそれ。やべ、死ぬ。あー危ねえ、メテオフラッシュがなかった。あ、怒ってない、怒ってないときは爆弾詰める。あ、怒ってるわ。目の錯覚だったわ。ここ回復できるべ。足元にメテオはさっき降ってきたっけ、もう忘れちゃった。はい、大丈夫、当たらない。流撃砲がね、砲術をつけてると1分半で再装填可能になるらしい。どうすっかな、ここガードして。あ、怒り直ったね。はいはい、でリロードだけして、怒り直ったら爆弾いくか。行動が遅くなってるから、大たる位置が、ほらアタックかな、頑張れ。よしよしよし、よく頑張った、よく頑張った俺の子供たち。あ、やっぱ腹は切れんだな、腹は緑でも切れるわ。よーく頑張った俺の子供たち、今のファインプレイだったな、息子とのファインプレイ出たね。あ、これもう流撃砲いけるわ。なんかね、あれなんだよね、ちょっと待って、くらえ、完璧。え、今んとこ全てが完璧だね。で、切れ味はあれらしいよ、あの切れ味黄色以上なら固定ダメージらしいから、ツイッターで聞いたら教えてくれたんだけど、視聴者がさ、こうだ。で、オーダー爆弾使い切ったから、あとは砲撃とのバトルだね。砲撃とのバトル、違う、なんで俺バルカンとバトルしてると思ったら砲撃とバトルしてんだよ。いや、絶対大太郎は当てるよ、当てないとロスが多分すごいから。危ない危ない危ない、ロサンゼルスになるところだったわ、ロサンゼルスになるところだったわ。完璧。さあ、ここまではまあ割と順調に削ってきたんじゃないかな。今どんくらいだった、まだ15分しか経ってないのか。まだ15分か、やれるか。これはチャージして当たるだろ、くらえ、顔面壊れないね。結構顔面狙ってない、まあ別に壊すの目的じゃないからな、倒すの目的だから壊れなくても別にいいんだけどさ。カックアタック来るなよ。はい、ここなら来ても大丈夫か。で、メテオの落ちる位置を覚えたい。これは多分あれなんだよね、前に落とすやつ、前後ろ足元、多分2種類あるはずなんだよ。これめんどくさいな、この時何も狙えないしな。まあ比較的順調かな。いや、削りきれんのかな。でも怒り状態は何回もね出てるんだよね。で、ボレアスは瀕死になると逆にあれなんだよ、あの柔らかくなるっていうあれを持ってるの、肉質が。で、や、もしかしたら切れ味青でも切れるかもしんないんだよな、そうなってくると足を。それが弱った証拠なんだけど、まあそれはちょっとわからんわ。とりあえず30分くらいやってみるか、こっから。
あー、ガードできないわ。ガード、やばい。ちょー、あっぷねー。ガードできない、メテオ。え、冷却効果切れて死んでんだけど、そんなことある？おーい。動画的には美味しい。てか、メテオガードできないんでさ、俺何のためにガード性能をつけてきたって感じだよな。一応メテオ対策としてつけてきたんだけど、いや、ガード性能いらねえな。ルーツにも同じ装備でいこうかなと思ったけど、ちょっといらないっぽいな。まあ、いかんせんわかんなかったからな。え？ブレスも何もわかんないに飛ぶことなんてあんだ。え？何この技？記憶にござらん技出てきた。何これ、メテオ落としからのスーパー滑空ジャンプだ。知らねえわこの技。記憶にござらん技出てきたね。いいねいいよ、初見プレイみたいで楽しいよ。うわー、ちょっと判定広くねー。やばい、まだメテオ、メテオー。うわ、やばいな。もうアイテムもさ、カッツカツカツなんだけど。クーラードリンクがまず持たないし。いやでもね、俺の見立てだと、このまま行けば、あと7分ぐらいで死ぬとは思う。うん。怒りもちゃんと入ってるし、昼見もすごい取れてるから、あとは知らねえだけだな。まさか根性があるのに二つもするとはな。あ、さっきのメテオ落とし滑空だ。これちゃんとマグマに入らないようにしないとね。うわ、全然狙ってこないじゃん。そこ固定なのか、こいつ何してんだ。いや、やばい、またかよ。落ち着いて大丈夫。危ねえ。これもう、これ徐々に、あ、やっぱそうだ、危ねえ。徐々に距離伸びやつや、これ。徐々に距離伸びやつ。近づいていくんじゃねえ、気持ち悪い。くらえ、死にやがれ。びくともせんやん。時間はまだある。ただ先に回復が尽きた。そして喋ってる間に最後の回復を使う時が来た。ちなみにクーラードリンクも切れてるからタイムリミット来たね。くっそ、マジかよ。あと14分、時間はあるんだ。ただ回復切れてクーラードリンクももうないから、くっそー。たとえノーダメでこっから先行けても、クーラードリンクがないから地形ダメージで死ぬっていう。いい感じだね。動画的にいい感じだよ。これで倒したら最高じゃん。最高の取れ高だ。こんなにいい取れ高はないな。絶対勝つぞ。くそー、ついに食らってしまった。やばい、もう足の一歩で向けたら死ぬ。自分を信じて流撃こー。俺ダメか。クーラードリンクが切れたら終わりだ。クーラードリンクが切れたら終わり。待って、一旦解こう。あ、これメテオ降ってきたら死ぬ。お願いお願いお願い。よしよし。あと足でちょっとちょこん受けても死ぬな。これ受けても死ぬ。これ、この歩き、ギリギリすぎるなぁ。足受けたら死ぬぞ、気をつけろ。足受けたら死ぬ。よしよしよし。俺はまだ戦えるぞ。クーラー、おい、時間稼ぐだ。クーラードリンクねえっつってんだろ。こんがり肉なんていらなかったなぁ。誰、俺のポーチにこんがり肉入れたやつ、マジありねえ。うわ、時間稼ぎ来た。やばい、クーラードリンクが切れちまう。頼む。よし、死ねえ死ねえ。くっそ、ダメだろうか。頼む、クーラードリンク、俺の中の水分持ってくれ。うわー、マジ時間稼がないで、ほんとに。もうちょいのはずなんだ、もうちょいのはずなんだ。大丈夫、当たんない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 。持ってくれ、俺の中の水分。終わんねえなー。流撃コマだか。もうクーラー切れるな。飲んだの結構前だから。
やばい、終わったかもしれん。ダメか、流撃砲来た、いけー、ダメだろうか。Hey son, I wanted to talk to you. I know religion's important and all, but just do it!